逆流とは、流れが普通とは逆の方向へ向かうこと。ものやことが、本来の進行方向、進捗方向とは、正反対の側へ進むことを言う。本義は、高所から低所へと一方向に進む川の流れが逆方向へ進むことであるが、そこから転じて、水をはじめとする液体ばかりでなく、空気など気体を含む流体、土砂物など固体を含む流動物、 さらには、概念的表現にも用いられる。なお、仏教用語の逆流についても、順流とともに、本校で解説する。海上中国南東部の戦闘港で発生する、戦闘港牛尾ウェールズのセバーン川で発生する、ボーア海象は、川で起こる、逆流の一種である。河口に入る、海の潮波が、垂直壁となって川を逆流する現象は、古来、中国では津波、 日本では海尚もしくは潮津波という、イニシエより漢字文化圏では中国の戦闘工事をが広く知られていた。現代世界では南米アマゾン川のポロロッカが代表的なものとして一般によく知られているが、イギリスのテムズ川やセバーン川等で起こる、ボーア、フランスのセーヌ川やガロンヌ川で起こる、バール、その他世界各地で起こる津波が、 それぞれの地域ではよく知られている。河口に侵入する津波によっても津波に近い結果を伴う現象が起こるが、これは川における津波の素状であって発生原理からして解消とは別物である。本来の川の流れをも巻き込んで海の水が川筋に沿って逆流するという点では、両者は同じであるが、 予測可能な定期的現象である津波に対して津波は非常の現象である。強大な津波は時として被害をもたらすが津波が強大であった場合逆流するのは巻き上げた海底の有毒物質などを含む瓦礫混じりの海水であり危険性は比較にならない。2011年3月11日に発生した東日本大震災の大津波では 名取川下流域などを内陸部各まで遡上した津波が甚大な被害をもたらした。精神医学や催眠術によって、あるいは心霊主義的手段などによって、人の記憶や人生を子供時代や前世なる過去世にまで遡ることを〇〇の逆行と表現するが、一連の流れがある、ものを逆に進むという意味で〇〇の逆流も同義である。前世療法も、 参照のこと。現実には不可能な概念的表現ではあるが、空想的世界にあって過去に向かうタイムトラベルで時代を遡ることは、時間軸を逆行する行為であり、決して時間が逆流するわけではないが、混同されて使われることはある。なお、時代も、また、逆行はすれども、逆流はしない。仏教では苦悩しながら、生死、流転を繰り返す。 リンネの迷いに順ずる意味の順流に対して、これに逆らって悟りへと向かうこと、悟りへの道を進むことを指して逆流という。逆流なくして下脱はない。ありがとうございます。